その昔、天も地もなく、ただ混沌のみがあった。やがて原母神オルサが生まれ、世界を作った。自らの他に誰もいないことを悲しんだ彼女は、自らと似た姿のフィニスを作り、彼との間に13人の子を設けた。だが13人目の子を産み、オルサは命を落とす。彼女の死をフィニスは嘆き悲しんだという。世界が朽ちるまで長く。長い時が過ぎた。ようやく見つかったようだ。選ばれし者が、聖火神よ、導け。奪われたものを奪い返す。君こそが。君は旅人だ。長い旅路の末、ここへ導かれた。さあ、進むがいい。戦い方を学ぶのだ。何を奪えばいい？いい手応えだ。
楽しいな。おしまいだ。夢でも見ている。旅人よ、眠るにはまだ早い。君はまだ望むものを手にしていないだろう。君はこの指輪に選ばれた。神々の力を宿した指輪だ。選ばれし者よ、君は旅の果てに何を望む？富、与える力、乾きを潤す豊かな水、濁流となれば人を欲望の波に溺れさせてしまう。富を求めるなら必ず彼女が巨壁となる。君が望むものは富でいいのか？よろしい。君の旅は過酷なものとなるだろう。なぜなら神の指輪が彼らの手中にあるからだ。三つの指輪はそれぞれ三人の邪悪な者たちの欲望を叶えた。富を極めし者、権力を極めし者、名声を極めし者、彼らは大陸の覇者として君臨している。人の欲は深い、底なしの谷のように。君が求め続けるなら彼らはいずれ立ちはだかるだろう。君は指輪に選ばれし者、旅の仲間を求めるなら指輪に祈るのだ。さあ、旅を続けるがいい。望みのままに。なあ、これは
の仲間を求めるなら、指輪に祈るのだ。伝承から様々な学びを得たいのです。人助けこそ最も素晴らしいことですね。私はコニー、未来の大商人よ。このオルステラでは多くの偉人たちが旅の記録やその地の伝説を書き残しています。もしその伝説を肌で感じることができたら、そう思って旅に出ることを決意しました。申し遅れました。私は旅の剣士ナンナ。どうぞ。おや、お困りのご様子ですね。何かございましたか？ああ、私はホセと申します。ご覧の通り、聖火教会の神官です。旅人の身ではございますが、私にできることがあればお手伝いしますよ。私はコニー、商人よ。私の兄弟は八つ子なの。大商人になって私たちを育ててくれた両親に恩返ししたいの。未来の大商人を連れて行きなさい。みんなに自慢できるわよ。どうだい？ほほう。なあ、この大陸にはいろんな伝説があるの。驚くほど巨大な七色の翼を持ったワシ。古に伝わる封じられた禁断の遺跡。伝説って最高よね。すごくワクワクして心が踊っちゃう。私、ノエル、歴史学者の卵よ。
一緒にいろんなものを見に行きましょう。何でも早いのが一番だよな。俺はホルヘ、駆け出しの薬師だ。俺、故郷の成人の儀式のために旅をしてるんだけど、あんたなら頼りになりそうだ。手を貸してくれよな。早く一人前の踊り子になるんだ。あのさ、かっこよく踊るにはどうしたらいいんだろう。僕踊り子なんだけど、なかなかうまく踊れなくて。僕はハリー、相談に乗ってくれる？聖火の教え解いてあげるわ。こんにちは旅人さん。私はラモーナ、聖火教会の神官よ。村人のため、そして旅人のため、日々お勤めをするのが私の役目なの。長旅で疲れてるでしょ。私の手料理ご馳走してあげるわ。うまいもの、いっぱい食べるぞ。わあ、ん？誰だい？おいらは剣士のウーゴだよ。なあ、食べ物をくれよ。そしたら、あんたについてくからさ。もっと頑張らないと。うん、これだけ薬草があればしばらくは困りませんね。あ、こんにちは。私はサーリアと申します。薬師の心得がありまして、よろしければ旅にご同行させてください。
義賊に憧れるただの盗賊だ。弱い者から奪うことしか能のない輩がこの世には野放しにされている。誰かが裁かなくてはならない。そうは思わないか。俺の名はウィンゲート、盗賊だ。伝承から様々な学びを得たいのです。